どうもこんにちは、タイトルです。エクスペクトマン、今日も投資も決めないよ。今日も神々ハイムに僕は詰まってます、はい、あのセコンドだから。セコンド、いやー、最近いい映画見てね、昔引退したボクサーがあの若いやつ育てるっていう、そういう気持ちですなるほどいやー、いい映画だよ。もう任せてくれて、映像の通りだ。で、今週もね、経費ストリーシステムは生きてるんだけども、あ、はい、そうそうそう、やっぱりそもそも2枚引かせない、2枚ね、引いてもらいたいなってことで、今回は来てもいただいてるのにね、そう、2枚引かせないんだ。話したがりのケーブルだから男が伝えるよね、これ。そう、神々スペシャルを持ってきます。神々スペシャル、はい、これでケーブル2枚引かせてやる。お、じゃあ、今回のキーカードじゃん、こいつです。教えてくれる。お、ケーブルスペシャル、ちょっとキーカードバージョン。確かに何やってるかわかんねえな。確かにケーブルっぽいな、多分ケーブル青いっぽい。青いっすね。単純出たわけよ。青い青い。これしたら弱点分かったところでね、うん、もうちょっとその辺が生かされるのかなと思いつつ、はい、よくわかんないけどじゃあ収録展開しましょうかね。はい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 、よし、全部データをやってやるぞ。じゃあじゃんけんいきましょうか。最初はグー、じゃんけんぽい。よっしゃー、これはもう勝ったも同然ですな。もうずっと負けとる、勝ったも同然ですな。よっしゃ、デーマスタートいきますか。よっせーの、デーマスタート。おー、ほうほうほう、ふむ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 、しっかりな。こうやってエンド、なかなか、なかなか面白い、なかなか面白い出来持ってきましたね。いけそうだな。じゃあこっちはドレミダンです。ドレミダン、ドレミダンとワンダーシューモーターズ。おお、いいぞいいぞって、まあマナチャージっていうマナで心置きなくマナチャージできる。 UI の天秤打ちまーす。はい、フールジェネリーゾ好きね、ま、往年の方あんたも好きね、落として2枚いきます。あんたも好きね、はい、ドラゴンが破壊されたら、はい、取ってくれ、出てきます。こっちもそこそこいいかも。お、同じ下に置く。お、動いた。タイムはドリプション。おー、レミカ順調、はい、終了、順調です。さあ、こっちで引きたいのはあれ。お、お、いいぞマナチャージ、ギリギリギリ、全部ギリギリギリみたいな。3マナタップして、あ、嫌だよ、こっちで。あれはっはっは、守護神ディスドライブ。はい、さあ、ディスドライブがアタックすると時に、革命チェンジ。あまりにいる出たら3000あ、一応減らせると、ロストって言うかな、どっちかな、捨てるとこの人、はい、強い、玉ねぎ強い、いけ、やっぱ玉ねぎ強いよ、ね、はい、どうぞ。序盤のね、早い革命チェンジできたね、序盤潰し合い大事ですからね。困りました。そこで玉ねぎ潰せるのはすごい嬉しい。玉ねぎドラゴンだしね、これね、うんうんうん、恒例のこっからさらにあるよ、こいつ出てる、高さで取れてるからね。でもあのデッキちょっと光と水入ってるっぽいよ、戻されたりするとわーってなる。アイザクか、ターン終了。アイザクか、アイザクか、結構お互いガンガン殴り合いそうですね。玉ねぎでしたらちょっとどうだったんですか。大丈夫、大丈夫。うわっ、うわっ、これはすごい、まあ、これはこっち置いとく説もあるな。分かんないですね、これ難しいですね、これ難しいな。頑張れ神々、今引かせるんだ、今引かせるんだ、俺は祈ってるぞ、お前ナイスファイト祈ってるぞ。ここはここはここは悩むね、神々、ここは悩む、自分の信念で行けよ。俺は投げる、じゃあ玉ねぎの投げるぞアタックするとき、はい、うわ、来た、デモカードで革命チェンジ。オッケー、そしてクリーチャーを捨てて破壊、破壊祭りじゃん、強いの、ダブルブレイク、すげえな、アクミだ、破壊破壊、あー、まあ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 、まあ、はいはいはい、1枚割られて割れただけいいですよ、いいですよ、ドロー、これ結構厳しいやつだね。はぁ、8000結構でかいっすね。さあ、みんな応援してくれ、ケーブル今引かしたいんだ俺は、これは。じゃあ2枚引きます。ガミジョンマナで私のコーナー、出てきた、で、クロックでデモンガスにアタックするときに、はい、バトルするときに手札からクリーチャーカード1枚捨てる、2枚引く、先2枚引く、そう、バトルするときに2枚引いて、泳いで引いた後、手札からクリーチャーカード1枚捨てるとクリーチャーカード1枚、自分の手札1枚捨てるよ。そうするとパワーがプラス5000、5000、じゃあ相打ち、うわー、うわー、相打ちされたい、だがドラゴンなんで出る、神々と冴えてんな。さあさあさあ、これ落ちるぞ、これ落ちるぞ、ふっ、お、冴えてるいや、だからマナチャージ引きたいやつ引いただけ、5マナで
さあイーベルヒーローです。これで1枚落として、さあどっちからいった感じ。うわこれ悩ましいです。スピードアタッカーでもいい、ね、ラでもいいんだが、スピードアタッカーでもいいね。そうだね、こうそうだな、結構どっちでもいい、どっちでもターン届かないし、いい悩むな。どっちでも良さげ。またチェンジすると、まあ、でもイーベルヒーロー落ちてくるのどうせ。デモンカズラ、はい、はい、じゃあイーベルヒートでアタックするときにチェンジで。強いなイーベルヒート。ダビルダブルダビルブレイ、ダビルダビルブレイ、言い直したけど言えたね。ダビルブレイ、ダビルブレイ聞いたことない単語出てきたの。マジシタイブン、はい、おで2枚よろします。はい、まあまあ1枚捨てる、1枚捨てます。はい、出てきました。わあマイクができた、懐かしのデッキ。グルジエってメンズ、やだいらない。じゃあエンドです。はい、これはどうなんですか。これはでもまあ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 でもね、まあまあでもまあでもちょっとシールドからしておきたかったけどなって感じ。イーベルヒーター殺せたのは大きいかなと。確かに確かに、バイケースね、確かに確かに、ね、破壊されたらね、もう一回イーベルヒーターいけますから。そうそうそう、もし6枚クリーチャーいたら破壊されるんで、まだ破壊されてないけど、まあ全然大変。6枚だっけ、6枚確かに、5体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 もう結構もうちょいもうちょい、スクールが減っちゃったな。バランス屋なんだよな確かにね。お、何が来るのか。お互い結構まだゴマラなんですよ。あ、メルゲ、メルゲ電動カードが来た。手札入れ替えマシンですね。入れ替えマシン、あ、呪文が重くなった。呪文が2重くなった。思い切りも入ってる、あんま入ってない、あんま入ってない。手前剣でプレイヤーアタック的に、はい、プレイヤーにシベルファーレ、お、あ、動けなくなった。シエシャー、これ一番やばいやつ。シュお、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 あ、まあでもまあ打つよね。デスゲート打ちます。はい、はい、ないけどね。はい、もう一枚で、一応自分も打てるぞ。ケロニー、はい、で、他の狩猟、はい、アンタップして、うー、動けない、動けないのはちょっとやだな。ドロー、仲良しか。これね、チャージなしでいいかな。うん、ごまな、イーベルヒートを持ってやーつ、はい、1枚落とすやーつで、回収するのはスピードアタッカーもらおうか、ディストライブもらいます。ほいほい、で、このターン倒せないかな。ウルファレントが低いんだけど、じゃあさすがになんか倒すの大変そうだな、あいつね。ちょっとね、バトル中パー上がる人になるよ、あいつね。イーベルヒートちょっと戻すためには、じゃあシールドいきます。はい、革命チェンジ、革命チェンジで玉ねぎる。うわーすごい、もちろんで、グールジェネレイド落として、はい、それスティングで持ってきたやつ、ドン、うおー、このグルグル感、そう、ドラゴンだからグルグル感、これ半端ないでしょ。もうこの人がすごい喜んでるんですよね、これ。これ声聞こえる、これ聞こえるパターン、話せてるよ、話せたパターン。なるほどな、声聞こえるパターン、聞こえてきたよ、もうカミカミするじゃん、グルグルするね、グルグル、グルグル、テーマグルグル、本当ですか？本当ですか？今言ってんじゃないか。結構熱狂なこと言ってた。とりあえず指導を出します。指導を出した。また重くされちゃったと。で、アイザック出します。アイザック、はい。これ今、マラブソンは達成してる。両方しますね。で、ベルファーレで、アタッククリアイフキー、タクエジジなし。なし。お、ダブル。ここまでいい。ここから、はい。ヒロリンジョ。オドルリンドル。おゼロイン、デーモンハンド、トリガー強くない、神、強いぞこれ、神トリガー連発しない。じゃあ指導、はい、オッケー、いただきます。神トリガーだ、これ神トリガー連発しない。だからこれがシュッシュッシュッとして、まだ分からんかな、これまだ分からんからな。シュッ、うーん、そうね、うーん、こっちパターンもあんだよっていう、一旦安全に行きたい。まあでも、本当は文明的に多分、真面目に考えて、真面目に考えた。デモンハンドで、破壊しておきます。はい、で、デモンカズラで、ダイレクトアタック。か、忍びはありません。負けました。おぉー、神様来たぞー、スペシャルやった、2枚引けるぞ、頑張った、みんな引けるぞ、2枚引かせます、やった喜びすぎっすよ、ナビナビ
いやバキおーすごいやったぜ。しかしバイキングめっちゃバイキングはやばい。バトル早くさがるあるとバイキングとの歌を合わせて全部相手さんにバトルしたらバイキングが出てくるね。でバイキングを残したままブロッカーの手目を戻していけるから全部攻撃し抜いた後おーしょーえー危ない。ちょ意外と危なかった。でバイキング増えるたびに忍び使うと手札増えていくから。なるほどね。結構やばい。これ可能性すごいね。すごいね。あんなちゃんとすごい見た目よりいろいろできる。そうそうそう相手ターン。で前回の僕グール同じようなこれに懲りに入れてましたけど、カミカミスペアル、うんうん、確かにいろいろできましたよね。こっちの、ね、文明でも合うし、うん、こういう感じでも OK。 確かに、はあ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 、結構すごいいいね、うん。まあ、デッドバーも使ってたし、結構可能性無限大だったので、いろいろやってほしいやつ、ね。まあしかし、とはいえ、とはいえ、勝ったね。まあ、マグレとはいえ、よかった。マグレとはいえ、よかった。実力です。マグレだけですよ。さあ、K ヒストリーを2枚引いてもらおうか。まず1枚目てれん。はい、はい、ね、当たりって言ってた。お、当たりこれ当たりはですね、パックを1枚煙あげます。当たりだすごい当たりなの。ただ、そんなね、ただにあげないよ。開けて、1枚のカードへの思いを語ってもらいます。思い急に中のカード、中のカード、はい、おー、なるほど。さあ、この当たりです、はい、じゃあこれもう1枚ね。もう1枚はい、どうぞ。1枚レッドバンからすごい。おっ、デュエマでここだけは譲れない話。デュエマでここだけは譲れない話。さあ、なんだなるほど。さあ、気になるケーブルさんのトーク、この後すぐでございます。お楽しみに。イエーイ。こんにちは。ゼロ神の部屋。まだ上がってくる。今ね、息が合ってます。まあこういう時もね、ありますね。まあ今週もケーブルのトーク。はい、出ましたね。今回頑張ったから、神々頑張ったから、2回行けまーす。2回行けまーす。今はこれだーだーデュエマで、ここだけは譲れない話。デュエマでこれはもう絶対にこだわりがない。やだ、うん、ここは俺絶対こだわってる、譲れないっていう。そう、なるほどね。いや、まあ、こだわりとするって言ったらデュエマでできた仲間は絶対大事しなっていう。おお、なんか今すごいこと言うね。一生もの友達だと思うから。なるほど、これがデュエマでできた友達は大事なのはもう譲れないと。もう絶対。おお、なんか今熱いね。そうね、我々所詮仕事の関係ですからね。やめなさいよ、やめてください。友達ではないからケーブルからもどう思われてるか分かるんですけど、何言ってくれるのこれ。だって無理そうだよ、これは思ってるよ、思ってるよ、大変だろ。はい、でもう一回今日はダダーン、なんと当たり意見をケーブルが引きました。当たり何する。ケーブルにメッシュがあったがいいってことで、ワンパック上げちゃう。ケーブルここに最新パックのね、ドキ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 バスターをあげちゃう。いただきます。おめでとうございます。やったぜただであげないけどね。ただしこの中のカード1個をケーブルなりにおすすめの使い方を開発してほしいです。はい、あげて1枚選んでください。はい、はい、はい、じゃあ頑張る。開封。はい、やったーい。これなんかスーパーレアの設定ですね。あげるからね、それお得だよ。お得ですな、これ。うん、出てーる。ある。おなんかいいのある。じゃあ、なるほどね、やっとりあえず、じゃあ、まあ、引かなかったんだけど、セマディーは当たった。あ、セマディーは当たった。おすすめの使い方は。いや、これなんつったってやっぱり交換する9億円9億円バント9億円のラバーバントと3億円のはい、でかかった。はい、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 ホームページ書いてある。俺が聞いたってこと詳しくホームページ書いてある。あ、じゃあ、これこいつ、顧問なんだけど、レッドスタイルトライオン。これトライオンスタイル、トライオン。後で出した時に光と自然の多色クリーチャーをはさ、デッキからベースから3枚いって、はい、で光と自然の組み合わせの多色クリーチャーを1枚取る。2万のクリーチャーで、まあ、自然のレインボー、まあ、光自然のダマナみたいなのを探してもらえる。冷静に考えて2万で手札減らずに出せるのめちゃくちゃ強くて。あ、強いですね。そうで、そもそもダマナってうまくあって買うとあるから、
か。ありますね、あの何からでも、あの光自然だったら何からでもいけるそう、だからフェリーライトフェリーも強いシーンがあるから、このカードは使っていくと分かる。トラディオン出して、ウンババ持ってきて横にアタックして、まあ、こいつチェックしてもいい、こいつチェックしてもいい、そうなるほど、かなりユーティリティが広い。おこれはちょっとみんな使ってみて、ね、強さを使う人違う。おお、なんかためになった気がした。ためになった気がしました。伊達に与えられると。さすが、まあ、じゃあ、あとのカードは差し上げます。差し上げます。引かなかったけど、ゴールしてください。はい、ありがとうございます。はい、というわけでは、この週はこの辺で、はい、ネタカミカフェアでした。また来週だねー。